私純愛が全然見ないっすね。あ、わかる。マリも純愛見ない。あ、そうなの。本当に何がいいか分かったことあんまないかも。いや、わかる。え、船長も純愛は好みません、うん、どっちかというと無理やりのやつが好きです。え、無理やりが好きなんですか、アミトさんも。ん、なんか語弊あるな、その言い方。え、純愛が微妙ってことは無理やりが好きってことですね。いや、でもどっちかっていうとそっちの方が見ますよね。え、やっぱそうですか。うん、純愛、まあ、そうなんですよね。なんかわざわざ同人誌とかで見る必要、なんか恋愛ドラマとか見ればよくないみたいな。ラブラブな人みたいなのが見たい層は絶対いるじゃないですか。あ、そうか。そうなるか。割とそれ男の子の趣味なのかもね、ラブラブ層みたいなのは。はいはいはい、え、そうなの、ね、女の子がシュキシュキシュキみたいにしてくるみたいなの、うんうんうん、あー、はいはい、そっち系ね。まあ、進んで見ないは全然めちゃくちゃありますね。同じかな。でも、うん、ラブラブエッチは勝手にやっててくださいって感じで、それを別に見ようとは思わん。ラブラブエッチは伏せる意味ある？ラブラブエッチ、そのミトさん、いきますよ。ラブラブエッチ、新手の卵っちみたいな、なんかラブラブエッチってさ、いきますよ、そんな。そんなこと言っちゃお互い背負っているものがあるのにもう、ミトさん、スケベ。お互い背負ってるものがあるのに、今回のコンセプト触手ですからね。インキャプテン、ホーションマリン、アイムホーションマリン、イエーイ、センキュー。